チャンネルアジアをご覧の皆様、こんにちは。著作家の宇山拓栄でございます。この七月二十三日に、ポンペオアメリカ国務長官が歴史的な演説をいたしました。その演説によって、米中の対立が本格化したものと考えられます。 米中の対立は歴史的必然と言っていいと思うわけですが、米中の両者共存というようなそういう道はないのでしょうか私はないと考えます。遅かれ早かれアメリカは中国を潰さなければなりません。これは日本にとっても同じことだろうと思います。では日本はどうすればよいのか アメリカと中国の本格対立が今ままさに始まっているこの状況の中で日本の取るべき道とは一体何なのかといったようなことを今日は考えてみたいと思うわけですえこのコロナ禍で世界各国が行動ができない状況上げ足を取られているそういう状況の中で尖閣諸島南シナ海や東シナ海の 了解審判が続いておりますそして中国政府の香港の強制統治8月の10日には周定氏も逮捕されたというようなことがございましたそんな中で二階氏ら親中派の存在を危ないと指摘をするアメリカの c SIS というシンクタンクのレポートが出されたことも知られておりますえついこの間ですけれどもテレビ番組の討論の中でこういう面白い発言がございましたえ橋本徹氏が4月26日のフジテレビ系の番組で「日曜報道」という番組ですねで発言をした内容ですが こういう状況だからこそ二階幹事長のようなある意味憎まれ役中国とあれだけ付き合いをやっていたら今の日本の状況ではものすごいバッシングを食らうけどああいう政治家も増やさないといけないとこう発言をしたわけでございますこれに対し作家の百田直樹氏があツイッターでこのように噛みつきました 2階からおいしい餌でも投げられたか世界が中国と対決しようとしている中裏切り者売国奴の2階を持ち上げるシーンにはどこにそれとも中国から援護するように指令でも受けたのかとこう発言をしたわけですこれに応酬をした橋本徹氏は餌などもらっているわけないやろボケ空想の世界だけで生きているおっさんに現実の政治戦略など 分からんやろうとこう答えたわけであります橋本徹氏の言う現実の政治戦略とは一体どういうものなのでしょうか実際に理想主義だけで政治は動きません日本政府は中国に対する実効的措置をこの間ほとんど何も取っていないという事実もあります一体日本は どううすればよいのでしょうかその前に中国の歴史的に経済的に台頭していく過程について確認をしておきたいと思いますこちらの図は世界の GDP のシェアを歴史的に示したものであります 中世古代中世の時代から現在に至るまでの動きですが中国が点線のラインでで記されている部分です中国は19世紀1820年のところの部分を見ていただくと分かりますように中国一国だけで世界ダントツ1位の GDP のシェアを持って おりましたこれは新王朝時代の出来事の話です建立帝の時代の時ですねそしてこの19世紀からヨーロッパが産業革命を成し遂げることによって中国とヨーロッパの地位が入れ替わっていくわけですさらにはその後に19世紀後半から20世紀にかけてアメリカが一気に追いついてくるという状況です それに反比例をするかのように中国は GDP のシェアを落とし続けけているわけなんですそして1950年のところのメモリを見てみますとここから中国はようやく反転攻勢をいたしまして徐々に GDP のシェアを伸ばしていっているという状況であります。 1950年ということでメモリが出ていますが、まあ、実際にはこれは1970年の改革開放の時からの上昇の動きだろうと思うわけですでこの上昇が2008年2030年というところを見てみますとどんどんこの上向きになっているとこの上向きの上昇傾向というのがこの後もずっと続いていくのか そしてアメリカの GDP のシェアを追い抜いていくのかもう日本はもうはるかにですね追い抜かれてしまっておりますがアメリカも追い抜くのかといったところがこのアメリカと中国の覇権交代が起こるというようなことで問題提起が今日されているわけなんです2008年リーマンショックで G7 先進7カ国諸国が経済的な打撃を受ける中でも 中国はその GDP の拡大と並行して軍事費を急激に拡大をしてきました日本は GDP は約5兆ドルに対し中国は約13兆ドルアメリカが約20兆ドルというような情勢になっておりますただこの中国の GDP は嘘の GDP 統計であり 実際には信頼に値するものではないという指摘もあるわけなんです中国の GDP の成長率は2010年の 10%2 桁の伸びを記録をしてからですねその後徐々に低下をしていっておりますそして2015年には6%台の GDP の成長率に落ち着きそして今日に至っているわけです 着実にこの成長率が鈍化をしているというようなことはこれは一つ言えるわけですまた人民元という紙くずの上に成り立ったこの虚構の中国経済というものはこれもですね全く信頼ができないんだというような指摘もあろうかと思います中国は不良債権問題を今日深刻化させております こういった負の部分というものが全く考慮されていない統計もこれもまだ信用できないというふうにされるわけですね。しかし中国の輸出依存体質中国の国内総生産これは GDP の20%は輸出に占めるというようなものでありますが中国の内需の限界を物語っているというふうに見ることもできるわけです。 ところがこの軍需膨張など少なからず中国の脅威というものが増大しているということは事実であろうと思います。ジョバンディアリギという非常に有名なイタリアの経済史学者が提起した資本蓄積サイクル。これによりますと アメリカサイクルが現在続いているわけです。1940年から現在に至るまで続いていると。このアメリカサイクルが中国サイクルに次入れ替わるのかどうかという、まあそういう歴史的な瀬戸際に今あるのではないかとも言われているわけなんです。米中貿易戦争のこの意味というものをよく考えなければなりません。 近年アメリカの対中貿易赤字は突出して増大をしている傾向にあります中国の経済成長がアメリカという巨大市場に対し輸出構成をかけその利益によって達成をされているということもあります多額の外貨獲得その外貨を元でにして人民元を大量発行し 資金循環を生んんででいるわけなんですそうした経済成長を背景にして中国は潤沢な予算を背景に軍事費を増大させそしてその脅威も増大していっているという今日の状況であるわけですアメリカの国家中層会議議長ピーター・ナボロはこのように言っています。中国の軍事的台頭を抑制するには 通称金融政策を戦略的に組み合わせて展開しなければならない。米中の経済戦争は安全保障問題にも直結をするという指摘だろうと思います。結局経済の話だけではないと、派遣交代ということ、これが安全保障上の問題にもなるんだということの指摘であります。そして、えつい先般ですね、出されたのが ポンペオ国務長官によるドクトリンです。歴史的な演説であったと私は思います。カリフォルニア州のリチャード・ニクソン大統領図書館で行われた演説の中で、ポンペオ国務長官はこのように言っているわけです。中国共産党政権はマルクス・レーニン主義政権である。習近平総書記は破綻した全体主義イデオロギーの信奉者である。 中国の共産主義に基づく覇権への野望を長年抱き続けている私もこの演説をライブで拝見をしましたがこのように彼が発言をした時には大変驚きました「ポンペオ・ドクトリン」というように私はこれを言いたいわけなんですがこれは1947年の「 トルーマンドクトリン以来の世界規模的な宣戦線布告と言えると思います。トルーマン大統領はこのドクトリンの中でこのように言いました。世界の幾多の国民が最近自らの意志に反して全体主義的体制を強制された。そしてこのことから封じ込め政策が展開をされ、冷戦が 本格化してくるわけでですすベースを冷戦ですねえポンペオ・ドクトリンはペンス演説これは2019年に行われたものでありますがこれと比べても次元が全く違うものだろうと思います2019年のペンス演説は中国に対する政策批判を下にすぎません これも非常に強烈なものであったわけですが、政策批判に過ぎなかったわけです。今回のポンペオドクトリンは中国政府を全体主義と位置づけて体制批判をしているわけなんです。ここがこのペンス演説と決定的な違いだろうと思うわけなんですね。ペンス演説のおさらいを少ししておきたいと思います。 ペンス大統領はハドソン研究所の演説で「新冷戦」を宣言いたしました通貨操作や不適切なダンピング競争そして関税輸入の貿易慣行技術知的財産などのット、アメリカにおけるスパイ活動や宣伝工作などこういうことを中国がやっていることは容認できないんだというように彼は言ったわけです これに対し、ポンペオ長官の演説は、習近平総書,記総書記を名指しで個人攻撃をしているという点が、このペンセン演説と違う点であります。ポンペオ長官はこう言っています。習総書記は中国内外で永遠に暴君でいられる運命ではあり得ない。これは大変強烈な。 発言だと思うわけなんです暴君と言っているわけですこれ英語で何と言っているかというとタイラナイズ Inside and Outside こう言っているわけですねタイラナイズ名詞で平らにこれ暴政をしく暴君のことです日本語でもこの暴君と訳されて報道されていますがまさにこの言葉の通りポンペオ長官は発言をしたわけであります 1972年のニクソンの訪中以来、中国が経済的に反映をすれば、民主主義に転換する官僚政策、これはエンゲージメントポリシーと呼ばれますが、こうした政策がアメリカは対中政策として一貫して取られてきたわけです。その結果、中国共産党というフランケンシュタイン、これ化け物のことですが、こんな化け物を作ってしまったではないかということを ポンペオ長官は反省をするとこう述べているわけですで。ポンペオ長官がこのリチャード・ニクソン大統領図書館という場所を選んで演説をしたのは歴史的な政策転換をアメリカがしなければならないということを視野に入れてわざわざこの場所を選んだのではないかと私は思います。 カリフォルニア州が民主党の絶対的基盤となっております。まあ、これはですね、なかなか変えることはできないと思います。したがって、どのようにポンピョ長官がカリフォルニアで発言をしたところで、やはりここでは共和党の票にはならないということにおいては、選挙キャンペーンでは決してないということも言えると思います。ただ、私たち日本人からすれば、今更何を言っているんだと。 勇敢も一方であろうかと思いますこれまで中国の台頭というのが逸々しい中で私たち日本人はこの中国の台頭に対し以前から激しく警鐘を鳴らしてきたわけであります、まあ、ようやくアメリカもその辺のところを築いて本格的に対中強硬姿勢を取り始めてきたのかというところだろうと思います、まあ、本来ならばこの1989年の 天安門事件あたりで世界がこうした中国の暴虐に気づくべきではなかったのかとこのように思いますちなみにニクソン大統領はこのソ連の封じ込めとベトナム撤退をにらんで中国に突如訪問をしたという歴史的経緯がありました一方中国は中ソ論争でソ連と激しく対立する中 ソ連を牽制するためにアメリカと手を結ぶというようなことがあったわけであります。まあその結果取られたのが今申し上げたエンゲージメントポリシー関与政策であるわけなんです。えポンペオ長官は演説の中でこのように非常に面白いことも言いました。Distrust and verify。これはレーガン大統領が冷戦時代に 体操政策の指針として打ち出したスローガンをもじったものであるわけなんです。レーガン大統領は信用するが検証もすると中国に対して述べました。しかし、えー、ポンペオ長官は信用しない、信用せず検証をするというように一段階ハードルを上げたわけであります。これは何を意味しているのか 国際社会に向けては中国の全体主義体制に対して結束して立ち向かうべきだということを述べていると思います。そしてアメリカ国内に向けては中国と取引することは中国の様々な人権侵害を支援することになるんだと注意しなければならないという警告を発しているものと思われます。 中国政府による香港や新疆ウイグル自治区での人権侵害、知的財産権の盗用、その他様々な国際的な不正に加担することになる。中国製のものを買う、中国と取引をする、こうした産業界の行為というものは中国の不正に加担することと同義なんだと、同じなんだということを、まさにポンビョ長官は言っているんだろうと思います。 アメリカ産業間への理解への呼びかけこの協力が得られるかどうかというところが鍵だろうと思うんですね冷戦時代のソ連と根本的に違うのは中国が世界経済の動向を左右する経済力があるそのことの難しさではないかと思います アメリカ議会では昨年2019年にファーウェイの関連企業の公聴会が行われたことがございました。アメリカ企業はこの公聴会で共和党政権のこの対中強硬政策を批判し我々は大損失を被る可能性があると反発をしたわけであります。アメリカが うむると想定される損失が企業の生産コストが上昇する消費者物価が上昇する大衆輸出機会の減少などによって経済成長が鈍化するではないか中国との付き合いというものは非常に大切なんだというように産業界から反発の声が上がったわけでありますまあこれに対しアメリカトランプ大統領も 当然ですね、聞かざるを得ないという部分がありました。アメリカのサプライチェーンに対して中国は意図的にこれを構成、形成している部分があろうかと思います。例えば、アメリカ製部品を年100億ドル、約1兆円ですね、規模で購入を中国はしているわけなんです。で中国はこの半導体などこの 1>, 1兆ドル、1兆円規模でですね、購入をしているわけですが、この製造技術が決して劣っているわけではありません。わざと中国企業に生産を抑制をさせて、アメリカから仕入れているわけです。そして、アメリカのサプライチェーンを意図的に形成をすると。選挙を控えるトランプ大統領の足元がふらつくという状況。 中国に対し強硬に出る方が有利かどうか財界への見極めというものが政権にとって欠かせないわけであります。それでは振り返って日本はどうでしょうか先般アメリカのシンクタンク CSIS のレポートで二階俊博自民党幹事長と 今井高也首相補佐官を名指しをして彼らが日本政府の対中政策に大きな影響を与えているというレポートを出しました、まあ、これは大変画期的そして衝撃的なレポートであると思います日本でも幅広くこのレポートは紹介をされているところであります習近平主席を日本の国賓として招くべきと 主張を彼らはしておるわけで中止ではなくこれは延期なんだというのが彼らの主張です二階幹事長は2019年の4月に北京を訪問して一帯一路会議に出席をして習近平主席に安倍首相の親書を渡したということもありましたそれではこの二階幹事長というのは一体どういう人物なのでありましょうか 二階派これは派閥の死水会という名称の二階派でありますがこの派閥の人数は47名であります、まあ、自民党の中では清和会細田派97人嗜好会麻生派56人平成権竹下派54人に続く死水会二階派が47人で高知会の47人と同じ勢力を持っているわけなんです まあ、この派閥のボスの二階さんですが、二階さんのこの政治力の本当の源泉というのは。彼が官僚機構に対して、役所に対して、非常に顔が聞くというところだろうと思います。例えば、あ、この二階幹事長に陳情をしていく。そうすると、二階幹事長はその場で各役所に電話をかけて、ああ、何々課長かねと。 そしてこの予算を優先的に通してほしいんだけども頼むよというように陳情者の目の前で電話をかけるわけですそしてその課長が「はい分かりましたあそのように前所しますと」と二階幹事長の頼みはなかなか断れないんだということでそれを引き受けてその場でですね陳情の処理をしていくというようなそんな政治力すごい政治力を持つのが二階さんなんですね。 そして二階さんはこの役所の人事なんかにも積極的に口を出して自分の息のかかった人物役人を要所要所に据えていくというようなことも長年かけてそういう人脈を形成をしていっているわけなんです。経済にに対する顔も非常によく聞くというのがこの二階さんのパワーの源泉だろうと思うんですね。 自民党内でもこの二階幹事長に明確に歯向かう者はいないと言えるでしょう秋元司衆議院議員が2019年の12月25日に IR 参入をしたい中国企業に便宜を図る見返りに現金数百万円を受け取って収賄容疑で逮捕されたということもありましたこの秋元衆議院議員も二階派所属であります えー、ついこの間、このコロナ禍の中で小池都知事が東京都が備蓄する防護服約30万着をこの二階幹事長の指示のもと中国に寄付をしたということもございました。実はこれは決裁の手順をきちんと踏んでおりません。決定経過の記録も議事録も全くありません。勝手に送ったと言っても過言ではないわけです。これは背任罪と とさえ言え言るかもしれません中国追従の幽党の公明党の影響も非常に大きくあるというように思います、まあ、彼ら親中派と言われる人たちは中国に何をされても中国を絶対に批判をしないわけなんです尖閣諸島問題日本人の研究者やビジネスマンを一方的に拘束している 靖国神社に参拝することについても干渉しているそれでも何も言わないのが彼ら親中派美中派とも言われるわけなんです一方マスコミはどうかこれも私は大変ひどいと思います、えー、河野太郎防衛相が8月4日午前の記者会見で、えー、ミサイル防衛のお政策を説明をしているときに 東京新聞の記者が中国や韓国の理解を得られる状況ではないのではないでしょうかと防衛省に対して質問をしたということがあございました。まあこれは驚くべき発言だろうと思います。まあ、当然、河、え、野、ー、防衛省はですね、そんな理解を得る必要がどこにあるんだというように反論をしたわけです。しかし問題は このようにマスコミや記者たちが真剣に中国や韓国の理解を得なければこんなことをしちゃいけないんじゃないのかと真剣に彼らがそう思っているということが滑稽でもあり大問題なのではないかというように思います彼らはこれ真剣にそう考えているわけなんですねそして財界の方についても見ておきたいと思いますこの財界産業界も日本の財界のことでありますが中国の 巨大な市場に目がくらんでいるというのが実情かと思います。日本やアメリカの政治的な立場を全く考慮せず、自らの利順を追求していくという姿勢に支配されているのではないかと思います。日中の友好を望む二階幹事長たち親中派は、こういう財界産業界の勢力に私は 支えられているんだろうと思いますえついこの6月もこういった発表がございましたパナソニックが中国で供給能力を高めるとして次世代通信企画の 5G 向けの電子部品材料を中国で増産し約80億円の投資をするよというニュースがございました このご時世にこんなことを本気でやるのかというふうに私も驚きましたがしかし産業界の経営者たちというのはこれはやはり大真面目なんですね経営者としては理順を追求していかなければなりません目の前に得られる理順というのがあるのにそれを取りに行かなければですねそれこそ背任であります こうした経営者の行動一つ一つは正しい行動であるわけなんですがそれを国策ということに照らしてみれば必ずしもこれは適正なななものでではないわけなんです中国をサプライチェーンから外せというのが一つの国策として主張されていることではあるんですが。 実際のこの現場の経営者たちにとってそう簡単にことは進まないわけであります。何千人もいる工場のラインが中国からの部品供給によって実際回っていると。それをストップしてしまえば工場が直ちに動かなくなってしまうわけなんですね。この現実の責任をどういうふうに誰が補填をしていくのかと。 いううう問題にもななろうかと思うわけなんです非常にこれは頭が痛いわけなんです企業の現場は政治的正論によってはなかなか動かない構造的な困難さというものがあると思いますえまあそうした中で脱中国というものを進めていかなければなりません少しいい動きも紹介しておきたいと思います中国から東南アジアか日本への製造業のシフトに 助成金を出すというようなことが今取り組みとして進んでいるわけなんですねこれは経産省の取り組みであるわけなんですが87の企業またはグループがすでに700億円の生産ラインの移転費用を支給されたということであります彼らは積極的に中国から出払って退出をして東南アジアや日本にして工場をシフトさせているということであります そういった企業に対しては支援金を支給するという取り組みが進んでいるわけですね。しかし、まあ、これだけでは到底私は間に合わないというように思います。どのような経済損失があろうと長期的な国家的な損失にはこれは変えることができません。 目先の利益だけで国家は長期的に存続することはできないというのはこれはまさに正論であるわけなんですそしてさらには国民一人一人の認識にかかっていると思います、まあ、私たちが買っている食べ物これも中国製が大変多いと思います私が着ているこの服なんかもですねこれも中国製かもしれませんこうした中国製品を買うということが ポンペオ長官が言う中国の不正に加担することになるんだということの認識を新たにしなければならないことだろうと思いますそういった意味では敵は外にあるのではなくて内ににあるるとといいうううふうに言えるんだろうと思いますそれでは後半ではアメリカの国内の動きについて詳しく追ってまいりたいと思います 本日もご覧いただきましてありがとうございました。